あ、どうも、こんにちは。こんにちは。どうします。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それで、今日ですね、昨日の電話でちらっと話したように、もう長年、50年ぐらい昇進会やってた方がですね、脱会されまして、で、もうぜひ自分の、思いも伝えたいということで、今日参加してくるかもしれませんけど、その辺よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。それでは、皆さんの、とにかく疑問に思うとこ、いろいろ感じるとこを、とにかく全部、話してください。こんにちは。はじめまして。申します。石丸と申します。申します。すっかりお正月のごつくろぐにゃの時に申し訳ございません。ええ、とんでもないです。もう本当に今はね、どちらかとも日蓮宗主というような感じになっておりまして、もともと長く、学会やってたんですけどもね、その時でも常にも疑問があったんで、で30代後半ぐらいにもうちょうど僕が真珠の、いろいろ指導を受けてる先輩、中西先輩が辞めちゃって昇進会行かれて、でそれからずっと昇進会をやってたんですけど、っていうところにあったんです。今はもう大聖寺のね、お寺になってますけど、でそこのっていうご僧侶とちょっと仲良くして、そしてそのご僧侶が亡くなられて、でそのご僧侶が生きておられる時に昇進会はおかしいと言わはりまして、でなぜおかしいんだって言ったら、その大聖寺にあるご本尊を本物のご本尊でないっていうことを言い出したんですって。それでそんなことはないと、自分は確かにご本尊を大聖寺のあそこに運んだんだということなんで、この昇進会はおかしいということで、昇進会をやめようとご住職が言われて、そして、その昇進会の檀家の人みんなが、辞めたんです。そして、新しい、なんていうかな、新しい昇進会というのもおかしいんですけども、新しい法華経。だから、お寺にしてみたら、お寺がありまして、もともとのね。で、そこの、仲間内の人たち、他のお寺も数軒ある人たちの、ご住職だかと、グループを組んでて、そして今、うちはここは、ができてるんですけども、その、で、信じしてるわけです。だから、今、大石にいるわけでもないし、昇進会にいるわけでもないし、要するに今やってるのは、一番こう、正しい流れの、信じだというのが現状なんですよ。ところが、ここに行ってね、もう、そうなのかなと。その人数が少ないからどうのこうのというよりも、なんかこうしっくりこないことが去年ぐらいからありまして、でまたいろんなことも個人的にもありまして、でそこで本当に自分がやってる主人は自分の姿勢をまず考えてですね、自分の姿勢が悪いんじゃないかとかもいろいろ考えたんですけども、確かに悪いとこもあるかもしれないんですが、とにかく昔から本当に大聖人の御心に沿った日蓮宗教をずっと信仰したいと、ずっとそれを願ってたわけなんですよ。で、ここへ来てそういうのがあって、で、例えば YouTube はね、よく見てて、昔から見てたんですよ。昔から。もう学会を拝借されるところはもうスカッとしてね、で、だからもういつかはそのメールを送ろうと思ったんですけども、もう今回ちょっと勇気を出しまして、で多分正月だけになるかなと思ったら、もうすごくお連絡いただきまして、これはやっぱりそういう気なんだなと思いまして、ちょっと僕は2つね、メールにも書いてたんですけども、2つどうしてもこうすっきりしないところが1つあって、